八勝寺ナイターボートレース大村、今日から始まりました特別ビーナスシリーズ第2戦マンスリーボートレース杯シリーズ初日、早くも最終カードは第12レースの八勝寺ドリームです。1号艇は福井の今井美也、2号艇は岡山の田口節子、3号艇は香川の山川美幸、4号艇福岡小野聖奈、5号艇は群馬松本昭恵、6号艇山口佐々木博美、以上のメンバーで争われます。今シリーズ出場45選手、いずれも本日が2020年の初出走でした。昨年大晦日決戦クイーンズクライマックスを制して第8代クイーンに輝き、2019年を最高な形で終えた今井美也は、今年の走り初め、今日前半第5レースクイーンズクライマックスと同じ3号艇3コースからまくり刺して勝利を飾り、連勝狙いとなったこのドリーム1号艇の臨戦です。少しずつ前に向いて、今5回り V 近くになった1番の今井、そして少し下がった格好2コース2号艇田口節子、3号艇の山川美幸、今日前半カードはよもやの勇み足でした。4コース角は4号艇の小野聖奈、5コースに5号艇の松本昭恵、大外6号艇佐々木博美です。バクナリ3対3第12レースの八勝寺ドリームスタートしていきました。トップスタート1コース1号艇の今井が放っていきましたが、その横からも2号艇田口、動きよく1マークまくる3番の山川に差しは2番と4番向けましたが、さあ1号艇しのいでいくでしょうか。今井美也、インコース迫ってきた4号艇の小野、2号艇の田口、外は3号艇の山川と非常に上位争い接近戦です。スタートは前提正常でした。1周2マークトップで1号艇の今井が運ぶ、外を握って3号艇山川攻めていきましたが、山川2番手でホームスレッジへ戻りました。3番手は目下4号艇の小野聖奈、上位体型は1番3番4番の体型、4号艇小野の外には5号艇の松本僅差です。あとは2号艇の田口も接近しながら2周目第1ターンマークの旋回、さあ3番手は4番少し膨らんで内を取った5号艇松本を追い上げました。先頭は1号艇の今井、追走3艇進行法で2番手3号艇の山川となっています。3着争いはインコース5号艇松本、アウトコース4号艇小野と並び、2周目第2ターンマーク、1番と3番もなかなか差は開かずといった動きですが、トップ1番追走3番と前変わりません。3着争いの方は現在は5号艇の松本がインコース1艇進優勢となって、レースは最終第1ターンマークを迎えていきます。1号艇の今井美也、イントースを決めて初日連勝へ向かうトップとなっています。3号艇の山川くらいつきましたが、現在は4号艇進が空いた2番手構想です。3着争いまだ5番と4番接近しながらも、わずかに5号艇松本がリード、追いかける外4号艇の小野で最終ターンマークの旋回です。1号艇の宮井、ラストターン今井がラストターンマークを返しました。そして3号艇山川、3番手はわずかに5号艇優勢となっていて、まもなくゴールインです。先頭1番今井ゴールイン、2着3番山川、3着は5番松本、そして4番小野ゴールイン、2番田口、6番佐々木ゴールインです。第12レースの確定は1着1番、2着3番、3着5番以上です。レースコース第10レースは予選特勝を迎えています。さあ雨になりました。そして風が南の風が8メートル前後とスタートラインに対して強い追い風、この風の影響で雨も降っているというよりは流されている、そういった様子にも見られる水面なんですが、この10レースより風が強くなったため安定板をしようとなっています。対戦は1号艇が福井の今井美也、2号艇は福岡の藤崎さゆり、3号艇は福岡の渡辺由美、4号艇は東京の中澤ひろな、5号艇は愛知の水野望み、6号艇は大阪の坂さゆりです。作戦行動は静かな動きで1、2、3、4、5、6、1コースには高枠1号艇の今井美也です。
初日連勝を飾った今井でしたが、今日の前走第7レースは2コースから差して1着、さあ3日目も連勝チャンスといった戦いになってきています。2コースには2号艇の藤崎沙織、藤崎も連勝を目指します。前半は逃げての勝利。3コース3号艇の渡辺由美、今日前走第3レース6コースの大外から進入、道中追い上げ逆転の3着でした。4コース角は4号艇の中澤博奈、5コース5号艇の水野のぞみ、6コースは6号艇の坂さゆり。枠なり3対3の体系、第10レーススタートしていきました。ばらついてスタート良かったのは1番と2番、あるいは3番と内寄り艇がスタート先行。インコースから1号艇の今井が1マーク先前体制、2号艇少し膨らんだ格好で藤崎の内には3号艇の渡辺が向いてきました。先頭はすでに1号艇の今井がリードしていきます。2着争いはインコース3号艇の渡辺、アウトコース2号艇藤崎と並走、後ろは4番5番がラップ、そして最後方6番です。スタートは前提正常でした。1番3番2番の順で2マークを追いましたが、3号艇と2号艇また並ぶところ、わずかに今は2号艇の藤崎が優勢でトップから1番2番3番の順、時計前を過ぎて2周目の第1ターンマークです。先頭1号艇の今井美也、追走2号艇の藤崎沙織、そして3、4停止遅れて3号艇渡辺由美が3番手でバックストレッチへ抜けています。4番手5号艇の水野、そして5番手から4号艇中澤、6号艇坂と追走します。少し3号艇5号艇迫ってきました。3番のうちに一気に5号艇の水野向けた2マーク、外を運んでいく3号艇渡辺、叩こうというところでしたがインコース5番もこらえています。5番と3番、3番5番は3着争いでレースは最終周回1マークです。先頭1号艇の今井美也、今日は差しと逃げて2戦連勝マークとなっていきそう。これでシリーズ通しては4勝目。追走には2号艇の藤崎、あとは3号艇渡辺と5号艇水野の競り合いはバック側わずかに3番の渡辺優勢、2停止遅れて5号艇の水野となっています。最終ターンマークを迎えます。第10レースの予選特勝ラストコーナー、1号艇今井が旋回、続いて2号艇の藤崎、3番手3号艇の外、もう一つ5号艇迫ろうというところでしたが3番しのいだようです。先頭1番今井ゴールイン、2着は2番藤崎、3着3番渡辺、そして5番水野、4番中澤ゴールイン、6番坂ゴールインです。第10レースの確定は1着1番、2着2番、3着3番以上です。競争水面第8レース一般競争を迎えました。さあここは6号艇山川美幸が動いていってということで作戦行動注目になりますが、6番に並んでセンター勢、そしてアウト5番も動いたところも1、2コース1番6番と並んでいく展開。スタート展示同様、インには1号艇今井、そして6号艇山川が隣2コースに向いて作戦行動展開中です。メンバーは1号艇が福井の今井美也、2号艇は愛知の宇野弥生、3号艇群馬の深尾智恵、4号艇は静岡の土屋美咲、5号艇は長崎の西澤光、6号艇香川山川美幸です。すでにスタート方向に向いているのは1番6番、そして3番4番、外に向かって2号でスタート展示と同じ並び、体系4対2に分かれた様子。1コースは1号艇の今井美也です。今シリーズ初日と3日目に連勝してここまで4勝、予選は6位で通過。2コース並んだのが6号艇動いてきた山川、3コース3号艇の深尾智恵、4コーススローに4号艇の土屋美咲、ダッシュ5コース角は2号艇宇野弥生、大外に5号艇西澤光です。1番6番3番4番2番5番でスタートしていきました。
だいぶばらけたスタート、センター勢遅れました。さあ角から出ていった2号艇の宇野が内に寄せて1番の今井と競る。1号艇2号艇競りました。そこで6番と5番が展開をつこうかといった動き。さあこらえて1号艇の今井、その懐に6号艇山川入って、6号艇1号艇2艇ラップ、その後に5番の西澤になりました。後ろ4番2番、そして3番です。スタートは前提正常、思い切った1号艇今井のターンは、これはボート暴れています。流れてしまった1号艇交代、先頭に立ったのは6号艇の山川美幸、そして2着争い現在は4号艇土屋、外に5号艇西澤、それを追いかけてインコースまで上がってきた2号艇の宇野に、外は1号艇の今井となってきて2周目第1ターンマーク、先頭6号艇の山川、そして2番手争い4艇もつれ合っています。1号艇の今井、そして4号艇の土屋がボートを並べる、すぐ後方に5号艇の西澤、2号艇の宇野と続いて2周目の第2ターンマークを迎えました。先頭6号艇の山川美幸、そして2着争いですが1番と4番、わずかに4号艇の土屋がかわすところ、単独2番手4号艇の土屋、そして3番手に1号艇の今井となってレースは最終周回へと移りました。今シリーズ初日にはフライングがあった山川ですが、ここはコース取りからそしてレースと意地を見せてトップに立っています。今シリーズの初勝利に向かう6号艇の山川、そして2番手は4号艇土屋、迫ってもう一度チャンスを伺う1号艇今井は一定身ちょっとで追走。6番4番1番の体型、最終ターンマークの旋回、独走の6号艇山川ラストコーナーを返しました。さあそして2番手守るか、2番手に4号艇に1号艇迫って間もなくゴールインです。先頭6番山川ゴールイン、2着は4番土屋、3着は1番今井、そして5番西澤ゴールイン、2番宇野、ラストは3番深尾ゴールインです。第8レースの確定は1着6番、2着、4番、3着、1番以上です。まあ、ピットまでは1号艇の今井が遅れまして、まずは2号艇の西を前にしまして、メンバーで揃ってまいりまして、初日は後半戦注目の女子戦で大10レース、1号艇の今井が船を回してまいりましたが、その後ろで2、3、4、5、6、さあコース取りどうなりますかで、まず1号艇の今井がホームストレッチ側で手をスタートライン上方向へと向けましたが、その懐に2号艇の西元子、これでインコース2号艇、そして2コース1号艇となりました。さあ現在は少し風出てまいりまして、追い風が吹いてまいりました。スタートライン上風速は2メートル前後、3コースゆっくりと3号艇の島田渚、あとは4号艇の北津杏奈が引っ張る形でしょうか。そして5号艇動いていきました、柿内清美、6コース6号艇で金子志保、これでスロー勢ですが2、1、3と入ります。ダッシュ勢が4、5、6と並んでまいります。さあここは人気の中心で1号艇の今井美也の2コース戦となっていまして、後半戦第10レース予選特別 B 戦女子戦のカード、さあダッシュの3艇から後席上がってまいりました。インコースから2番1番3番4番5番6番で間もなくスタート、2秒1秒、今スタートしていきました。さあスリットが2コースあたりから1号艇3号艇4号艇が出ていきますが、1マークまずインから先前2号艇の西、その外を握っていった1号艇の今井で刺している6号艇4号艇、あとは3番5番6番で、さあバックスレッチャートップロスですが、わずかに2号艇が内から刺しては4号艇上がってきて、さあ2番と4番が並んでトップロス、後ろで1、3号の奇数艇固まって後方に6号艇、なおスタートは正常でした。さあ第1ターンマークのトップロスですが、4号艇の北津がコーナーを先取り、追っつけて3号艇真ん中2号艇ですが、ここで先頭争いを振り切った4号艇の北
ターズアンナ、そして2番手は現在2号艇、3番手3号艇も懐から1号艇で今井でレースは2周目とあります。先頭抜け出した4号艇の北津、2番手に2号艇の西、今度3番手の末に1号艇3号艇が接戦となってまいりまして、2周目で出したマークは先頭4号艇、2番手2号艇、後方の3番手の末1号艇と3号艇の接戦ですが、さあバックスリッチに入ってわずかに3号艇の島田渚か、しかしまだまだ一定進では1号艇、さあ3号艇のところに1号艇の今井でまた1番3番並んでまいりました。あとは5号艇6号艇の順になっています。第2ターンマークはトップで回るのが4号艇の北津アンナ、そして2番手で2号艇の西本子、後方3番手の末1号艇行った後ろから3号艇1号艇振り込んで、さあアウトから3号艇ですが危ないところ、1号艇と3号艇まだ接戦状態で最終周回へと入ります。インコースに1号艇、アウトコースに3号艇でまだまだ3番手の末が続いています。最終周回から第1ターンマークは先頭4号艇の北津、2番手で2号艇の西、後方3番手の末は1号艇の今井が回った懐、3号艇の島田渚ですが、さあ3番手の末はここで今度はわずかに1号艇の人気の今井美也、そして一定審では3号艇の島田が食い下がっていまして、1号艇3号艇一定審査、後ろは水が空いていまして5号艇6号艇の順。最終ターンマークは先頭で4号艇の北津がここは警戒に初勝利、2番手2号艇の西、後方3番手の末3号艇行って今度はその懐さばいてくる1号艇、さあゴール前でまたもつれてまいりまして、3号艇と1号艇でここは後輩と先頭4番ゴール2番ゴール、さあ3番手の末3号艇か1号艇か3番1番接戦、5番ゴール6番がゴール、第10レースの確定をお知らせいたします。1着4番、2着2番、3着3番以上でございました。大変長らくお待たせいたしました。風が時折強くなる状況、現在の状況もホーム追い風7メートルほど吹いている状況ということになってきています。 G2 第4回レディースオールスターですが、これから行われますのは第2レースの予選競争です。1号艇は今井美也、2号艇小野聖奈、3号艇中田幸、4号艇鎌倉涼、5号艇安井瑞希、6号艇宇野弥生以上のメンバーで行われます。着取り的には少しずつ上がっていますが、ここはどうインコースから立ち回るかは1号艇人気の中心の今井、一方人気対抗下が2号艇小野聖奈ということになっています。ここまでオール3連帯継続で予選の3日目を迎えています。中田幸がスローの3コース角を取っていったのが4号艇鎌倉です。昨日は陰線苦戦を強いられましたが、ただ気配面良好なのは5号艇安井、大外6コースは初日2日目2着1着とまとめてポイント上位は6号艇宇野、進入のスタイルは3対3枠番通りの進入となりました。安定版装着のこのレースということになっています。第2レースの予選競争、インコースから枠番通りです。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースタート踏み込んだインからは1号艇前5コースから5号艇安井がコースタート切りました。センターから3号艇中田一周1マーク、まずは先に回っていくのは1号艇の今井、そして逃げの大切刺すのは2号艇小野聖奈、2手の突破争い3番手ですが、外回っていった3号艇だから内をついたのは4号艇鎌倉、外は5号艇安井6号艇宇野ということになりました。さあ仕切りました2号艇小野が先頭は判定審一定審リード、1号艇前残しています。3番手は3号艇中田、第2レーススタートは正常です。2号艇小野が先頭、判定審リード、後ろにマークの旋回2番手でクリア、1号艇前3番手
てコーナー詰まって4号艇川が捕まえにかかって外流れたが3号艇中田由紀、今度は3番手争い焦点となってきました。先頭は2号艇の2番手チェイソー、1号艇前3番手争いは内側バッターアウトコースは3号艇の中田、インコースは4号艇の鎌倉、レーサー西内マークの旋回ですが抑えて3号艇中田が優勢、外握っていく2号艇のコーナー詰まった1号艇前です。秀美少々乗りました。この間に3号艇今度は中田の内をついた4号艇鎌倉から感激をついて3番手争いに持ち込もうとしていますが、一定審判リーダー3号艇ながら先頭ぶっちぎりました。2号艇大佐です。小野が先頭、2番手は1号艇前、3番手は3号艇中田が優勢でレーサー西野にマークの旋回です。2号艇小野が的確に差し切って先頭となりました。オール3連打継続、日またぎ連勝となりそうです。先頭2号艇の小野、そして2番手追走は1号艇前、3番手クリアとなった3号艇のもう一度接近は4号艇鎌倉、3番手争いでまだ蹴りがつきません。へ先が少しかかった4号艇の鎌倉、アウトコースは3号艇だから最終周回の1マーク、213か214が最終周回の1マークです。4号艇の鎌倉が先に回っていく3周の1マーク、打ち着いた3号艇中田になっていますが先に前に出ました4号艇鎌倉優勢、その4番手に交代は3号艇中田、現在上位待機は214ですが直線では定冠止める3号艇中田、まだ4号艇鎌倉安全圏でありません。最終ターンマークに向かいます。先頭2号艇のラストターンマークから最後の直線コース、この後は9レースに登場。2番手ですが1号艇今井美和がラストターンマークをクリア、3番手4号艇鎌倉が取り切りました。3連単の214人気サイド 9.6 倍、先頭2番の小野がゴリ、2番手1番今井がゴリ、3番手4番鎌倉がゴリ、3番中田がゴリ、6番の宇野がゴリ、ラスト5番の安井がゴリ。第2レースの確定は1着2番、2着1番、3着4番でございました。最終日のオープニングレースは藤原夏樹の5コースからのまくり出し、後輩と決着で幕開けということになりました。ボートレースナルト G2 第4回レディースオールスター、これから行われますのは第2レースの一般戦です。対戦メンバーは1号艇今井美也、2号艇樋口ゆかり、3号艇関野彩、4号艇中田由紀、5号艇土屋千秋、6号艇渡辺由美、以上のメンバーで行われます。序盤のカード4レースまでは準優メンバーが1号艇で登場ということになっていますが、オープニングレースの高田光は2着という結果でしたが、このレースは人気の中心は絶好枠1号艇今井です。この後は10レースの特別選抜 B 戦に登場します1号艇今井。予選3日衝撃のまくりで後輩と最終レーク出しましたが、昨日の順位は惜しくも5着だった1号艇の今井、隣2コースに構えた2号艇樋口、そして動き良好なのが3号艇式の昨日も3着2着とまとめています。角引っ張っていったのが4号艇の中田由紀です。昨日事実初勝利を飾りました4号艇中田、土屋千秋はチルとゼロにしています5コース、そしてオーストロックコースは6号艇、昨日は3着1着好成績を残しました渡辺由美が6コースです。第2レースの一般戦です。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。好スタートですが、内寄りでは少しスタート後手踏んだか、2コースから2号手樋口、センターから3号手樋口が手を伸ばしてくる、センターからまくっていく3号手関野や、まくりが綺麗に決まりました。差し追走は4号手中田一家、先頭は3号手関野がまくって先頭4手進リード、1号手踏ん張ったが1号手2枚なんですが、内をついた4号手中田、最内切り込んだ6号手渡辺、5号手土屋、そして1号手目最高峰は2号手樋口、スタートは正常です。センターからまくってがパワーでまくり切りまして先頭3号手関野、後ろにマークの旋回、コーナー詰め合ってくる1号手の今井なんですが、外かわして4号中根が単独2番でゲーム、逆に今度は1号艇目で接近は6号艇渡辺由美、現在上位体系は341の体制か346の体制か、またまた1レース同様後輩と決着か、レーサー21マークの旋回です。
パワー69号機のパワー炸裂です。3号手先頭関野、そして2番手クリア、4号手キープして中田、3番手は先に待っていった6号手は打ち落ちた1号手前なんですが、現在4番手に交代、上路体系現在は3、4、6の体制となりまして、3番手と4番手の定冠ですが3点審査つきました。上路体系現在は3、4、6でレーサー西野にマークの旋回です。センターからマクリチキ先頭、3号手関野、西野にマークの旋回からホーム直線コース、そして2番手のクリアだとそのマクリに乗っていった4号手中田が2番手、3番手は6号手渡辺がキープします。現在上位体系3、4、6で体制固まっています。後方ですが人気の中心1号手はマクリで現在4番手、後方5号手土屋、2号手菊池、最終周回の1マークです。センター筋は主導機握りました。ラインディレースの一般戦、先頭3号手見事にまくった、先頭 3号手関野、そして2番手でクリア、4号手中田、競り合いをうまく逆転で3番手を取り切りまして6号手渡辺、上の体系現在は3、4、6の体制となりました。これで今井が敗れて後輩となりそうです。3連単3、4、6の図 284.7 倍、最終ターンマーから最後の直線に戻ってきました。1レースで後輩と決着になりそうです。先頭3号手その波乱を演出なセンターからまくりました、3号手関野まもなくゴールです。先頭3番関野がゴリ、2番手4番中田がゴリ、3番手は6番の渡辺がゴリ、1番今井がゴリ、5番土屋、ラスト2番の樋口がゴリ。第2レースの確定は1着3番、2着4番、3着6番でございました。全国ボートレースファンの皆様おはようございます。ボートレース平和島 SG 第55回ボートレースクラシック開幕しました。残念ながらスタンドにお客さんの姿はありません。無観客での開催、それぞれの思いはありますが、ファンの皆さんの思いには選手たちが素晴らしい走りで応えてくれることでしょう。一節間たっぷりとお楽しみください。それではオープニング第1レースが始まりました。対戦メンバーは1号艇今井美也、2号艇枝尾勝、3号艇坂口めぐる、4号艇山口達也、5号艇稲田浩二、6号艇沖津愛、以上の対戦です。インコースは1号艇の今井美也、昨年はクイーンズクライマックスを制して SG 初出走、初日1レース1号艇での登場です。2コースは2号艇の枝尾勝、昨年は江戸川周年を制しました。3コースには3号艇坂口めぐるは昨年は優勝5回の実績、そして後方を引いて角位置4コースは4号艇山口達也、5コースには5号艇稲田浩二、そして最アウト6コース6号艇沖津愛、定番通り3対3と分かれました。オープニング第1レース予選競争、進入体系の内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。センター3コースは3号艇坂口コースタート、2コースからは2号艇の枝尾も行きます。さあ1周1マークは2コースから2番の枝尾がまくる展開、外から5号艇の稲田、内からは3号艇坂口でバックスイッチに入りました。さあここはまくった2号艇の枝尾が現在先頭で1点進半から2点進先行、スタートは前提正常でした。2番から次は3号艇坂口、5号艇稲田が並んで1周2マークを迎えます。2マークは2号艇の枝尾がトップターン、3号艇の坂口が2番手、5号艇の稲田は少し外に流れて2番3番折り返してきました。3番手は5号艇の稲田、後方からは4号艇の山口が内寄り2点進ゼロを追っていきます。レースが2周目ナイスターンマークの攻防、先頭2号艇の枝尾は3号艇手のリードを作りました。2番手は3号艇の坂口追走、そして5号艇の稲田が3番手でバック側へ入りました。先頭から2番3番5番の体型です。その後ろは定冠若干開いて4番山口、6番沖津、1番の今井が追っています。レースは2周目2マークの攻防です。2号艇の枝尾勝が先頭、迫る3号艇坂口、さあここは届くかどうか、しかしここは2号艇の枝尾がトップキープでこれから最終周回です。2号艇枝尾が先頭、3号艇の坂口が2番手、離れた3番手は5号艇の稲田が単独で追っています。最終周回第1ターンマーク、先頭から2番3番5番の順に立ち上がっていきました。
その後方はデーカー開いて4番の山口、6番の興津、最後方1番の今井が追っています。前提が最後のバックスレッジに入りました。このカードは2コースからのまくりでした。2号艇の枝尾勝が先頭、今シーズンオープニングカードを飾ります。2号艇の枝尾がトップでラストターンマークを旋回、2番手は3号艇坂口、5号艇の稲田が3番手。第1レース予選競争体制は2番3番5番でゴールインです。先頭2番枝尾ゴールイン、2着3番坂口、3着は5番稲田ゴールイン、4番山口、6番興津、1番今井ゴールインです。オープニングの第一レースを制したのは2号艇の枝尾勝選手でした。2コースからのまくり、2着が3号艇の坂口めぐる選手、3着5号艇の稲田浩二選手、2番3番5番で確定です。3連単は最終的には2番人気の決着となっています。人気サイドのスタートになりました。続いて水面上では第2レースの展示構想が始まります。